どうも皆様こんばんは。チーキーズイブニング火曜日担当の上方義雄でございます。そして相方西川のりおさん登場。のりおさん、はい、空席に座る西川のりお、空席なのに用意して帰ってきました。これ わざわざに私こう出てくるのね、はい、まあ2時間の時やってたけど、はい、これって何でしょうね。いやこれね違いますやん。あのまあもちろんこの大阪南部にありますあのこの英国カフェを英国屋がやってますけども、はい、英国中に入ってくるというその空気を出したり、こんな窓の中から入ってくるんですか。いやこれね、すみません、実は3階なんですよ、ええ、僕気球みたいに飛んでそれから分離して私だけ窓から侵入するの。いやあなたが一番最初に、はい、あどうかどう入ってきたらええのって言って俺はそうしますって言って、最初もともとね2時間経った時ありましたよね、はい、もうあれ木村トマツがねそうしましょうって言ってんや、木村トマツない、もともとは今日はどっか出ましょう言うて、あ、まあ、木村はんあのとこ乗せ上手やからあれ、いやいやね、そっちの向こう見た思ったら変なことをさせてやる。いや年収はとかんな出しやがって今日死ぬってな、あの男、まあでもね、あのもうなんか急に入ってくるんじゃん、もうこれ馴染んでへやろ、馴染んでねえ、好きね。さっきさ勘違いしてこれ実は撮る前ね、はい、座ったとこ始まって、座ったから今回も座ってやりゃあんのかなと思って、これこう立ち飲み気問題でもらってるもんね。これねやっぱなんと人間の流れではね慣れてもたらあかんけども、うん、やっぱりさ緊張感、緊張感やね。ああそうか、緊張で緊張感で言うたらね、今なんかセカンドいうのをね、うん、なんかやってる最中みたいで、えセカンドで中野ちゃうの。誰がポジションの話セカンドは。いやまあお笑いで漫才の中で、ね、なんかまあ経験のある方、まあ年数かかる、それセカンドいうの2位してね、2番手やな、2番手セカンド、まあこれがまだ2番手ファーストセカンドやもん、まあ2番手なんだ、2番手じゃないのよ、おかしいな、まあ、次の戦いという、ね、もう戦わんでええやそんなん、もういやそういやだから僕らそう思ってんけど、漫才で戦いちゃうで、漫才でお笑いやで、お笑いやだから気楽にやろうぜ、いや気楽にやろうぜ、いやだからそれをねなんか戦いのようになんかいわゆる M1 が生えたら右に芝居言いますね、M1 が流行ってまるやんからね、まあ、流行ってる、違う流行ってる、 M1 がありますやんか、あるね、 M1 がまあまあまあ一番あるとしたらそれに向けてね、なんかもう、10年経ったらいかん、15年経ったらいかんの、いかんの10年経ったら、いやそうで出れなくなるんで、あ M1 にねえ、だからそれをまあ度外視して、うん、やっぱりまだまだ可能性のある方が出しましょうというのでセカンドと名を打って、東野もね、これ今、ね、あの佐郎さんから言われました、佐郎師匠から聞いて分かりましたけどね、はい、林が M−1 ちょっと当たりましたよ、当たり、あれ当たりや、ほんなら、まあ、どこの局かね私存じませんよ、ほんならね、ほんならちょっと年明けてやったらうちもちょっと意見ちゃうかと、いう考えちゃいまんのか、じゃあ、まあ、ざっくり言ったらですね、いやざっくり、まあまあ、理屈一緒やけどね、これちゃいまんねんと、いやこれはね M−1 はあの15年までだけど、今度はこれ16年以上のものにもオープンチャンスあるでいうことでやったらね、ちょっと予選もやったら見ましたろうと。あまあまあまあね、司会者ちょっとね似たようなね、あのねあのダブル工事の一人でも出したらこれ見ましたかそんなもん、ね、考えちゃいまんのかいな、そんなもん、ね、そんな気にしないけどダブル工事のちゃいまんか、そうそうそう、ふとしたら私 うちもちょっといただきまよかと、まあ現にねあのお笑いを目指してるとお前らやってる方現状で、うん、たくさんいらっしゃいます、吉本なんか目指してるともう16年人なんかもう目指してるともすでにやってるやん、やってる、だから何千人って言いますよ、目指せたらそれこそあの今学校行ってますねであのコンビニでねレジ やりながらね、そうそう、まだ学費ちょっと払わなあかんねんとかよく言うとちゃうの、まあ、目指すどころかもう今さら抜けられへんやん、もういやただね中さもう何万やめるにやめられないで、うだつ上がろうがやめるにやめれない、えらいとこ入ってどつぼに入ってしまったこと、いや違います、あの やってる方々でもね、でもまあほんでどうなりゃ分からへんみたいな、今日中途半端な存在だろ、だからあの光を当てようと、ね、光当たってないの、いやだから難しいな、だからあのチャンスを与えよう、チャンスない、いやだからだからそ難しいな、でそセカンドやるわけやだからな、うん、だからそのセカンドの中で、ね、吉本問わずいろんなの事務所の方が、そりゃそうやん、吉本だけの戦いなんて偉いことだろ、だからいろんな事務所の方がやってますけども年数関係どつけやんやろな、これいや違う違うやんのかい言うて、いやその中でもあのメンバー何人かしたはんねん、してますよ、あのねあの出んのね、テンダラ、テンダラこれすごいな、それからスーパーマラドーナ、うん、ほんであのプラスマイナス、うん、ほんでまあ我々ちょっとお茶を見たり市場前というと女と男、うん、でそれこそ二丁拳銃、うん、でまあその辺でそれこそスピードワゴン、ジャルジャル、ほんでランジャタイ言うて、あランジャタイ、なんか前寝過ごしたマネージャーやけどそれは好きやったら勝手に言うてたね、であの金属バット大好きな、金属バット大好きですね、金属バットが、で吉田たち、え吉田たち、よう下回った吉田たち吉田たち、そうですか、わかりました、すみません、みんなそういうのでチャンスを与えようということでね、そうですそうです、まあまあもっといっぱい出ますよ、まあ今います、あねナス中西、
なんか出るの。あ、ほらもうええんちゃうもん。いや、もう出るのもしゃあないよね。何がええの。いやもう、え、それめちゃくちゃ稼いでるか。いやいや、そう、あいつらあんなもんか。いやいや、あなたね、本当危険がいっぱいなんで、ね、いやいや、頑張ってありますやん、なんかだけど、みんな頑張ってますよ、うん、みんな頑張ってますけど、もうテレビ出てますやんっていう人も出はんねんね。テレビは出るんちゃうの、今自分もさ。いやいや、あれやろ、人間の満足度みたいな。だみんなもう満足度ないんやな、思って。いや、満足度というか、もう今ね、テレビ出たからとかいう時代ちゃうんちゃうのも。まあ、そりゃそうや。テレビで出やすくなったやん。うん。ね、なんか俺らの時やったら漫才おもろなかったら出られへんけどね、うん、まあ、正直今出てある人でね、この人漫才あんま見たこと、一般のですよ、一般のおっちゃんおばちゃんが言うのね、私ねおばちゃんが言うのはね、はい、私この人あんま漫才見たことないけど、ようテレビ出てはるけど、この人も何する人で、いや漫才、私漫才で見たことないけど、ようテレビ出てはんねん、こうあるよ。ああ、そうかそうか、うん、それどこぞいっぱい俺、それもう言うたしゃ聞いてないね、これあるから、それからテレビ出る目的じゃないような気がするねん。いわゆるその本職として、いや俺恐らくランクアップやもんね、これ。うーん、まあ、これもしよったりして買ったらね、ランクでも上がるんちゃうかって、ランクってね、今ここ出てる連中ね、まあ、正直な話、突出して儲けてへんと思うね、稼いでるけどね、あ、仕事の数いってるからそこそこ儲けてんないやつで、でまあ、サラリーマンちゃうから勘違いせんとかやよ、福利厚生がないんですよ、サラリーマンの方の30万あったら、芸人やったらね、90万か100万稼がなきません、これ、なんでか言ったら、固定給がないからね、ひょっとしたら仕事がなかったら、芸人って0円なんですよ、もう僕は例えば明日から入院しますよね。今年の年収も残り0円になるんです。同じことです。だから芸人はサラリーマンさんの大体もらう3倍元でも安定はしてないから、その毎月100万あるからあるとは限りへん。あ、限り今月100万やったら来月20万になってるわけ。それの俺ランクアップやもんね。なるほど、なるほど。どういうことか言ったらね、今1本出てる、まあ、テレビのギャラないね、うんうん、まあ、例えばその人今テレビ1本出たら5万とか7万持てたらね、それ取ったら10万持てたら12万持てたりしたら大きい。なるほど。そのランクアップはランク上がると思う。それは非常に自分にとってもね、うん、ただこの今厳しい世の中でランクアップさすかや。そんなんで取らせへんば。いや世の中今関係ないね。もうなちょっと待って、おたくね、ちょいちょいそれ思うんだけど、ものすごい盛り上げててパーン落とすやんか。それ何なんじゃ。俺やろ、せっかくこれ、ね、そうかと思ってんのに、局の声ね。あ、いや、誠にね、そうさせていただけても局の事情でね、まあ、昨今ねご存じのようにね、まあ、値上げもあってね、今ご存知でしょ、うんうん、局もきついんですよ、まあまあね、もうおそらくもうそれギャラ上げなあかんの分かってるんですよ、うん、でも一応分かってるけど、まあ、しばらくはこれで出ていきますかいうこともありますよ、うん、そこを優勝した方がね、何言うとんねんと、はい、俺優勝ねんと、はい、ギャラ上げな出へんと言ったら、はい、残念ですね、ほんで伝統ってくださいってなるとおそらく、まあ、今正直言うて、ね、それもちょっと頭入れた方がいいと思いますよ。そうですよね。いや、世の中のご時世ってあるもん。ただご時世はご時世、ご時世はそう厳しいもんですけども、ランクアップいたらもっと言い方や、ランクアップそれを何にすんねや。じゃあ例えばね、うん、1000円のものが2000円になる、このランクアップちゃいますよ。1500円のものが2000円になるランクアップと、これもちゃうやん。それは7万のものが12万だったり10万だったり、ちょっと上がり方大きいやん。そんな上がんの。いや、例えばやん、はあ、例えば、え、上がった、上がれ上がれ上がれ、コツコツや、コツ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 やな。どうまいですからね、コツ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 。そういうのはどうでなろうと。何やねん。いや、毎回こう思って押したり引かれたりやね。あ、押したりこう引いてみたりこうしてみたりね。そこで和んだりやね。ああ、和んだりや。ああ、ね、まあそういうのもあるけども、いわゆるセカンドでみんな出てる方はね、うん、まあそれこそまあ俺はあんまり好きやないけど、夢を持つとか持たんとかやしね。ただね、僕気になるのはね、審査員や。あ、そうか。まあ、一応それなりのキャリアある人間や、うん、劇場の出番も出てるやん、うん、M1 に出てるもんと理屈はちょっとちゃうやん。ちゃいますね。そう、存在にやで、あそこ7番かい、順番言ってたで。ありえるかな、それ一組で打ちゃうからやん。ほんで、まあ、次まだまだ、ね、23番とか41番も出すけど、また27番やとか言ったらね、これはね、一つ間違ってない、要するにあるから。ほんで、言うとも16年以上やってるからね、向かってくるやつもいるから。ほんで、審査員もね、言葉遣い抽選とね、うん、それ明らかによ、50年とかやってるのまた別やけど、俺はね、自分のあんまり変わらないやつがね、まあ、今のあのツッコミはね、あ、きつい。いや、ボケ切ってんのツッコんでる。で、そんな小さなボケの、きついツッコミせんでって。で、ボケがボケ切ってない、まあ、中途半端なんで、ほんであれや、こうなるせいなんだ。それは審査員重視したわけ。ほんで、ということは、審査員何がやったらええのものね、うん、第三者やりて、もうやってる、今やってるのか知らんけどね、うん、やっぱりね、要あれや、何も知らんのに審査やってますねんと言われや、うんうん、だからええねん。何て言ったらね、知ってるほど癖悪いことないのよ。そうやね。だからね、 NGK 何バグランド会社来てるお客さんって何も知らんとやん、うん、何も知らんと悪てはんねんや、うん、普通ちゃうのこれ。ほんと何も知らんとか面白かったわ、よかったわ、楽しかったわ、うん、いうのでね、
そういうとで言うたら正確な判断、まあ、大学の教授も分からないと何もしないか分からないよね、勉強は。ただ面白いのは面白いと、うん、で主婦代表とか、ね、サラリーマン代表、経営者代表とかで、あり方はそうやな、で 学生代表とかね、だからね、やっぱり女の子のばっかファン来たらしやっぱどうしても ねなんか分からへん、ね、都合のやつが出てくるわ、そんなやつ、ほんで審査員もね、お前に言われることあるかみたいな審査員分かんない、分かれへん、あのサッカーや言うてね、そうやな、なんかあのすみません、ありがとうございますってなんかある芸人ぽけぽけしながら仕事だったりやね、それがね、あ、いや次とか言ったらね、お前どこで歌うかってあるから、それから大体言えよな、これ難しい、審査員難しいんちゃう、そうやな、絶対難しいよ、俺陽性、せやろ、俺絶対陽性、俺やらんほうがええと思うわ、これ。いや陽性しな、じゃあ第三者がやったほうがええねんて、いやな、俺これ局の人間もやらんほうがええか分からんわ、あ、それもあるな、局の人間もどっちかやったらね、あの自分が好きでね、やっぱりディレクターでもね、僕誰々好きですねって、ね、言うとるわ、うん、で、あの男にかけてますねってね、でその男の好きやけどこっちが好きちゃうやん、そうやな、それはあかんて、だからあのもしお笑いの好きなディレクターでもね、それお笑いでもやっぱりどっかこうなってモテるから、そうか、こうなってないとやね、うん、考えもんやな、俺そんな人審査せえへんと思うけどね、まあまあまあ、また出ちゃうとか審査してると思いますよ、そりゃまあもうしゃあないんでね、まあね、ほなそれの方がね、はい、審査されてもされてもひょっとしたら納得するか分からへんで、ね、何も知らんとやられてる方がええか分からへんや、生地知って審査されたら腹立てへん、まあ脱つ逆返したら腹立つ、逆説言ったらやで、ね、まあ、生地知ってお前やっか言われたらなんじゃやってなるで、ね、なるなあれ、例えばこのテレビのやつで作品で出そうするやん、こういうね、いやいやいや、テレビマンのもんが、はい、ね、何も知らんもんが、あ、よかった面白かったいうのがね、自分の同業者に近いのを見てね、これどうのこのと言われたら気分もあるなろ、あ、気分もある、一緒一緒、そうそうそう、これどういうのが審査員するか、俺審査員楽しみや、俺、まあ審査員のね、俺 M−1 みたいな、 M−1 みたいな審査員せんほうがいいと思うで、うん、俺あの M−1 に審査員全部変えたほうがいいと思うね、おお、あ、テレビのショーになってるもん、一応まあショーアップやからな、そうやろ、うん、まだ今現状自分も仕事欲しい思ってるやん、あの、うん、サンドイッチマンの富澤か、うん、あ、欲しい思っとる、まあ、今どこにも一発逆転になると思うわ、うん、な、うん、もう一回巻き返したろう思ってな、いやそうやろ、花丸大吉の大吉も仕事せなあかんもんだね、そんなまだ自分のやっぱ欲のある人間や、うん、よくある その仕事に関しては欲のない人間がやらなあかんねん、そうやろ、自分もその同じ分野で仕事してんねんもん、レギュラー1本増えた、いや2本増えた、1本減った言うてる人間はやったらあかんのちゃうかな、と思います、私の論ですけど、論いかがなもんすかね、まあまあまあ、まあ、ものすごく分かりますねえ、もうそれはあの強く言わせてもらう、まあね、あの強く私の場合はあのね、あの審査の話聞きませんので、いや、まあ、我々来ても断りますよ、ここは、いやそれはまあ来た時は来た時おたこおかしいやねん話、最後のと来たら来たら、僕第三者的になりますから、おかしいなでも、まあでも緊張しますよね、いやしません、自分のこと言っちゃいますから、あ、そうや、そうやで、自分のこと言っちゃうわな、なんで緊張するとかに、気楽にやな、気楽に、いや怖っ、当たり前やね、俺ら関係あれへんもん、あ、まあまあまあね、ね、まあ、あの花火上がってるの見るようなもんや、バーン綺麗な言うて怖いやろ、ほんまに、まああの、まあ、怖いで思い出したらね、はい、最近ね、日本の旅行全然話変わりますよ、はい、あの気球ありましたね、やれ違えねえやろ、セコンドと気球と気球ね、うん、アメリカの上で、まあ、気球が飛んでて、はい、撃って落としましたやんか、うん、で日本も何年か前に来てたみたいな、これは落としてんと思うで、いやいや、あの ロケット飛ばしてね、人権発掘やねん、あの、あんなんね、これから防衛問題でもっと大きな問題になると思うねんわ、うんうん、ね、で日本でもありましたへんか、ね、この防衛ということやったら世界中がこういうこと言い出したらね、これ大丈夫なん、世界中でこんなこと言った、いや防衛が気球、要するにそれがどんどんエスカレートして戦争なんねんよなあ、でまずこの気球やけどね、うん、でまあ、あの最初中国が民間 の観測するやつやって、はい、まあ、認めた、ほんでアメリカの、はい、その上のカナダから言うと横切ってこう斜めにフロリダ半島のところ降りてきましたね、はい、途中でまあ海のところで落として、うん、もう一つはアメリカの五大湖のところで落としてやったけど、で中国として中国は中国で、まあ、自分のところ割りながら引いてあるわね、引いて、うん、確かにあれはね、あのどっかの基地をねこうやって撮影してましたってね、企業でね、ほんまにそれ言わんわね、あってほんならね、いや気象観測やと、民間でやってるのにな、なんでそんなことすんねんと、喧嘩売ってんのかっていうのは、これ中国の論やけどね、まずほんなら僕中国に言いたいのね、民間機であってもね、飛行機ですよ、うん、今からその絶対パイロットはね更新するんですよ、うんうん、今からあのカナダ上空に入ります、うん、今ロシア上空にいます、うん、だから
僕はヨーロッパ行く時やったらね、北極周り、それこそね、ユーラシア周りって2つあるんでね、うん、でユーラシアでそのやっぱり民間機来ててもね、一応民間機ね、今どこどこの、例えば JAL 飛んでます、全日空飛んでます、うん、でユナイテッド飛んでますのね、その国、イスラエルだったらイスラエル、インドだったらインドにバーッと連絡が入んねん。それでずっと通過していくのよ、うん。ほんなら、その民間の気象会社の方がね、あれ大体許可もらうもんなんよ。アメリカの上空で、ね、あのそういうの観測したんですけど、いいですか言ったら、いや、ノーやとか、イエス、そんな観測して、ええぞ、言うて、それがアメリカの一応、ほんまに観測するものかどうかに一応判定して、ほんな入ってこいってなるけど、結果的にこれは、俺は後付けやん。結果論、後からね、うん、撃ち落としたと。うん、あの気象観測やってんのなら何落としとんねんと。うん、これはおかしいもんね。で、前、それやったらね、前もってほんな気象観測で言えへん、なんで前もって言わんかったって言うの。そう、そこやねん。なんで言えんかったよ。いや、それはやっぱスパイって見なされても仕方がないってこと。似たようなやつカナダでいて落とした、で五大湖で落とした、でそれはほんなら今度中国がそういうアメリカもな、実は前からやってるやんみたいなのもあるけど、ねね、僕ここ最近のね、あの中国ってやっぱり今まで日本経済大国第2やったけど、うん、日本3位になって中国2位やから、ね、今中国みたいのね、やっぱり大国というのはね、認めるところも認めて、あのやばい、それが大国なのに、あ、それは申し訳ございませんでしたとが大国なんよ。中国ちょっとちゃうな思うとこはね、絶対ここの部分がないねよ。聞かへんもんね。聞かないね、認めないし。うん、ね、例えばちょっと中国が、まあ、自分とか、まあ、あの明らかに間違ったことしたら、あのそういうね、下のにも乾かんことよう言うたなと、ね、そういうこと盗すとたけだけしとかいう言葉使うね。これ外交官が使う言葉と違うねよ。イケシャーシャーとか言うね、イケシャーシャーとそんなこと言えたもんやな、であとで吠えづらかくやなと、こういう言葉を吐くわけよ。だから大国って紳士やからね。で、まあ、アメリカはやっぱ横綱取っとるから、まあまあまあってなってるけど、で、大きい言う、あの、今一番あの外交でトップのもんと、あの、それこそ、アメリカの、まあ、それこそ、まあ、国務長官と会うことになってたけどね、まあ、急に会わんようになったからね。それはまあ、会えへんの当然やもんわ。これも、まあ、ほんで、もともとこれ、昔から下がったのに、スパイ合戦ってあんねん。もう、スパイ合戦昔からある。これは、京都の言い方したら、日本にもおそらくね、もうスパイパーって言ってると思うわ。これは、あの軍事にかかわらず企業のも企業スパイで一緒で一緒で、あのいわゆる映画でやってるようなあんな感じある。ほんならね、スパイ行為ってね、どこまでがスパイ行為か分からへんよ、うん、例えばこんな、ほんなら俺らもスパイ行為やってるの分からへんよ、まあ、例えばどっかでテレビ局でどこどこの番組なくなったら視聴率悪いから分かりやすい、でこんな番組あれへん、どこどこ局行って俺が垂れ込んでやれ、うん、どこどこんな局潰れるなくなるみたいですよと、司会者もこれみたいですよ、うん、情報やけどね、こんなんがこんなんでこんなんやる言ってますよ言ったらね、うん、これもスパイなの、まあね、これ要するに企業スパイね、うん、産業スパイね、ほ、うん、んなん同じことね。だからスパイって情報なんや。これ情報をどこまでスパイというふうな線引きするかよ。でもそれがあるから、まあいろいろ、まあまあお互いに規制をやっていいものができたらあるわね。それこそ、まあこれも完全に6割の皆さん国境があるけどね、うん、種子島と俺は JAXA のやつ、うん、今日も打ち上げ失敗したわね、正直。まあ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 、ね、これなぜ失敗したかいうのね、あれもっと綿密にバー出とったのにね、言うてないのよ、うん、最後の燃料ポンプまで火つけへんだ、点火せへんだ言ったわね、うん、だけどね、それだけ取っちゃうと思うのよ。うん、ほんでアメリカの技術も借りてるはずないよ。ほんであるとこでピッと押さえて、ほんなら河野、今のそれこそデジタル大臣がね、外務大臣時代にね、気球にくださいって、ちょっとあの男行けてるもんで、しょうもないおもろいなこと言ったけどね、うん、言うたね、食いだれのタオルの顔してね、いやいやいや、食いだれのタオルみたいな、とんでもございません。いや、ほんで急に表現して、それはあの一応外交的な問題で機密で言いませんって言ったけどね、あの男もおかしなことがあるね。ほんで、その時やったら、あの時にね、機密問題から言われへんって、気球に聞いてくれ言わんだよかったんや。まあまあ、あの時なんで機密やから、機密問題から言わへんかったのね、ちょっとなんかしょうもないこと言うてな、気に聞いてくださいって、あれはあかんわ。まあまあまあ、気持ち悪いな。そうやね。ほんで、まあ、宮城県上空でもそんなのあるわね、おそらく、まあ、情報でしょ。ほんで、あの無人のね、あの飛行機で偵察機がいっぱい飛んで、アメリカで現に北朝鮮とかいっぱい飛ばしてんのよ。だから現に、4度見てね、その飛ばすとこね、そこのところのとこ空から写したりする写真いっぱいあるわね。まあ現にあるわね。それ現にいっぱい写してるわ。それはもう世界各国みんなやってるよ。なんでか言ったらね、予知せえなあかんからね、ひょっとしたら撃ってきようか分からへんと。その予知するための情報合戦なわけよ。で、これ今回この防衛問題入んねんけどね、うん、この防衛いうのはね、はい、こういうことはね、最初防衛言ったらパッパッ殴られるわね、分かりますから。僕自身のとこ持ってね。まあまあ一方的にね。ほんならね、一発行かれたと、ほんとこんなね、これあんまやられてたら一発の打ち返さない。うん、これ防衛なるわね。そうやな。で2発来たらまだもう一発、うん、でこうなる。これでこの防衛ってもうこれやりやり防衛っていう名を借りたら僕戦争になる。戦争になるよね。防衛って言うけどね、防衛いうのはやられ続けることなよ、うん、やられて
防御するやん。ボカボカやられてこうやって一切手出せんことで分かる、ね、これの人間で言ったらね、うん、で一切なんとこうやって何って言えんことが防衛なの、うん、そうやとね、こうやった段階でもう戦いなんよ。せやな、これ2本やるとすることはこれ振りほどいて防衛というやつ超えて今度攻撃に入るわけよ。だからこれな、日本がそういうのもなんかあのなんか大きく防衛費も上がってきてよ、うん、これ大丈夫なんかなと思ってまんねこっちは。これアメリカの金やね。僕はね、あのアメリカもあの軍事費がものすごくかさんでんねん、うん、これトランプ大統領の時も前のそれこそオバマ大統領の時も言ってたけど、うん、今沖縄で有名な来ちゃってそれこそミサワに来ちゃって八号に来ちゃうわね、うん、日本ね、うん、ほんならね日本は日米安保で完全に日米安保保障条約で、はい、まあ、北朝鮮からしたらね、うん、アメリカがバックス出る思ったらちょっとなお前なんか言いたいことやってお前特に、まあ、北朝鮮ミサイル飛ばしたのかよのでもね、まあまあ、後ろにアメリカがついてるとやっぱ日米安保があるから、まあまあ、日米安保あるけどね今でも防衛費で基地のアメリカにいっぱい貼るてんねよ、うん、あの沖縄のお金の軍事費もすごいお金出してんねんけどあのそろそろ自分のところであると守ってくれへんかとアメリカもちょっとやってくれよと。だから普通だったらよ日本は一応戦争放棄してる国やけどね、全くね、日本がね、うん、あのこの防衛費重ねたらね、ほんとアメリカ、まあ、川崎建設できてあの先生それこそ無条件降伏したわね、うん、その時にちょっと何言うのと無条件降伏したのね、防衛問題増やして何事やねんってそれ言えへんや、せやろそろそろだ金出してくれやと、うん、お金出してえなと、武器も買えと、うん、もうこっちもな防衛費防衛ってわしは言われとんねんと、うん、バイデン大統領も80になってなわしも言われとんねん、もう一つな今弱腰は言われてんねんと、そっちも自分は自分でやってくれへんかと、日米安保の分も助けるでと、で一応台湾の方も助けなあかんねんと。あ、そうです、ね、だからあの結局今世界どうなってるかだらね、まあまあ、ロシア中国枠組みになってるわね、で NATO とヨーロッパ組んでるわね、だからねこれも一つの塊みたいになってね、何やお前ら組み上がってるけどね、組み手を今もう見つけてる状態なわけよ。もう日本もうアメリカからしたらね、あの韓国と日本と台湾自分のところ もう味方ないよ。でそれこそ ASEAN もそうね、東南アジア諸国連合やつもそうなんよ。で NATO はヨーロッパフランスからイタリアがそうやん、ほな今度真ん中の共産権あるやん、うん、ほな今言ったみたいに中国ロシア北朝鮮、うん、ほんで他に今ちょっとベトナムでもまた共産がちょっと入れたるかを見て綱引きしとる、はい、だから結局まあ経済って名前変えれてるけどね、まあ変な言い方でも核兵器の試合で一つも一触即発ちゃう、怖いな。ほんで実際にはまあやってもうたら終わりやで、やってもうたらこれ世界戦争の終わりになって、終わりなの地球終わり、それをねやったら威嚇よ、だからやったらあかんぞと分かってんやろ、うん、ほんならこれもウクライナの問題あるわね、これほんまね、ほんまに実際にアメリカのおかしいやん、武器だけ提供してるやんなと思う。これね武器提供してウクライナの兵隊のやっぱアメリカの兵隊軍事訓練受けてるわね、実際にうちの兵隊からしたろかやったらこれ大事になるやん、そらそうやん、あれやん当たり前やん、アメリカ出てきたかと、ほんなら言ってもなロシアであのそれこそほんな NATO も出てきたかと、これほんまただ世界戦争なんだよ、武器だけ提供してるわけ、これ やらしい方したら代理戦争、代理戦争になってんね。で昔これ遡って代理戦争言ったらね、朝鮮戦争も そうなんよ、南北朝鮮あるわね、まあ、分かる、北朝鮮共産国になったわね、うん、ほんだら大韓民国で昔あれ南朝鮮民主主義共和国があったのが、うん、今大韓民国になったけど、あれも朝鮮戦争で、あの要するに韓国の方はアメリカをこうついて、そうやね、ほんでベトナム戦争もそうやん、結局的にベトナム戦争失敗、アメリカ失敗した、ほんでアフガンも入ったわけよ、そしたら結構 よその喧嘩に入るわけよ、なんか展開は言ったら変だけど、まあ、自分は介入はするわけよ、そうやな、だからほんま間接的に介入してるの、実はアフガンもバックはロシアと言うとってよ、ソ連が、だからこれものすごく難しいもんです、だからアメリカの映画見たらね、ロシアはものすごく悪者にするやん、うん、なんかあのマフィア、ロシアマフィアとか、まあ、まあそうやな、ね、ある映画で日本は悪者になってるからね、昨今ではね日本何の悪者になってくるんだよ、減ってそう今ロシアになってるやん、たまに北朝鮮出てくるやん、だからあれってもうその要するに思想教育と一緒なんや、あれもでもこれ戦争ってこれこんだけいろんなところでまだありまやってるやんか、終わらんもんなくなれへん、なくなれへんの、なくなれへんね、いや要はあの世界平和世界平和と訴えてな、それは平和やないかよ、実は平和やないねん、うん、だから訴えて続けてるやんか、うん、これでもっと縮小されるもんかなと、なくなれへんねん、言うたらね国が貧乏になるやん、うん、貧乏になったらもう先行するしかないねん、それあんまり追い込んだらあかんねん、難しいな、いや確かに人間と追い込んだらねもう食べてからになるわね、うん、もう食べてるようになったらねもう変なやつもう守るのね、もうやることやったろかで玉砕状態になるわけよ、いやこれが危ないわけ、いや、まあ、現に地球サイズで言うてもね経済にとってもいいことないやんか、うん、これほんだらね今これ強盗いっぱい入ってるわね、うん、あんな単純な犯罪ね、うん、あれ起こしてる人間それに近いね、ほんだら大体実際にねあのまあそれこそ指令かかって言ってる人間だったら借金だらけで、うん、真下の生活いかないやつな、うんうん、ほんなもう、まあ、なんか手出したいよね、ほんなら例えば韓国と北朝鮮こう比べたらどう考えても韓国の方が貧しくないやん、韓国そんなに北朝鮮と激しくいかない、ほんなら、うん、
もう結構ちょっと豊かになったら守りたいわけよ、うん、もう向こう守るもないわけよ、やったろうかとこうなってくるわけよ、うん、だからこれはもう結局強盗もせ あのやつらの考え方一緒、今もうギリギリの状態やから追い込まれてるわけよ、追い込まれたらほんだらね、そんなようバカなことすんなと人の家押し入るって強盗みたいなこと言うのね、うん、もうバカなことはないわけよ、もうやるわけよ、だからもうせやな、もう笑うもするもんやから、そうそうそう、戦争がそうないで、ほんだらね、何すんなことすんねえからね、もう何もないねんと、うん、もう別に自分と家もなくなった、だから、うん、あのこれシリアでも一緒でね、あの地震になったのね、はいはい、あれが復興戦が怖いことになってくるわけよ、だよな、どん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 貧しになったらね、もうね、ほな自分の生きる術がもう糧がなくなってくるやん、いやだからあのほな略奪、ほんなら今度やるしかないやん、そうやな、だからシリアのあれでもね、1900億円かね、うん、それお金必要や言うてるけど、うん、これ世界中から集めるわけ、これ難しい、シリアは後ろにロシアが出てるまたこれ役所な、あのサダとあのアサという大統領がもう独裁で、結局そのやってることがもう認められへんとあかんと、まあ、確かに日本もペケないよ、この支援した金がね、全部その被災した人に全部お金が回るから、物資入っていけへんやん、疑問ないですよ、いやだからお金渡したらすればね、うん、1900億か2000億でも、うん、それちゃんとこうやって配布するかやったらね、国がこうやる恐れがあるかもわからない、一旦国が預かるから、名前を赤十字やユニセフやりても、ほんならここやん、ほんだらね、みんな腹ぺこになってくるわね、うん、だから北朝鮮も飢餓状態まで移るやん、はいはい、この飢餓状態は人間もやるしかなくなるもん、だからあの要はあのね、猫でも何でもネズミ追い込んだあかんと、あそう追い込みすぎた、追い込んだあかんと振り返るから、そうそうそう、せやな、追い込んだあかんねん、難しいな、もうだからあんまり追い込みすぎたら、やもう振り返ってやるからね、ただもうなんて世界平和って理想のものでわってもあるけど、日本の国は正直で、はい、まあやれ不景気やなんねんだからね、うん、もうさっき言ったその、まあ、変だけど、まあ、北朝鮮とか申し訳ないけど、そういうちょっとやっぱ経済上で面白いとこね、うん、不景気というレベルじゃないねん、あそうか、いやもうほんま、いや食べてからね、餓死してんねん、あそうかそうかそうか、不景気レベル、ほんならもう腹が減ってんねん、やるしかねえ、だからちょっと日本ってね、いや景気悪いな言いながらでも明日は食べていけるやん、うん、今日の夜のご飯はまあ全員食べへんであるとは思うね、竹田市もあるから、ほんならね、守る分あるから結構ビビって怖いわけよ、ほんで怖いけどね、これやっつけられるとなってきたらね、ほんなら怖いけどこれぐらいやったのかみたいな感じね、こうやりながら、うーん、でこれじゃ弱いわね、全部やってやるかやつの強いわね、考えもんやな、うん、お前なんかそ平和平和けど、ほんま平和って来るんかなと思うんだけど、まあほんまの、いや平和平和平和ではないから平和平和って言うと思うねん、あなあな、いや完全に平和はないと思うよ、どっかで何か起こってるはずね、俺平和でなかった、満足いかなかったら必ずやるやん、俺もあのこの平和でなかったらこんな話できへんもんな、いやいやもうしょっぴかれるよ、僕やなしょっぴかれる、怖いな、公安から口の周りにガシャってこうかけられて、ここロックかけられて、そうやな、我々こんな、はい、来なさい、来なさい、すいません、まあ、特に我々は言論統制、いや言論統制があるやん、それは困るわ、喋、はあ、られへんの困るわ、行方不明いう形になって俺死んでるか分からへん、いや怖いな、行方不明なんやん、でもそういう面ではちょっと嫌やな、まあせやとほんままあこれ理想やけど、これも理想やもんよ、うん、ほんま理想じゃあかんねんよ、うん、せやともう平和の言葉が理想ない、平和の理想現実にしたいです、平和の言葉が言葉過剰書きにするぐらいからね、理想なんや。